込んだこと聞きたいんですけど、最後エッチしたのいつですか？プライベートで。お、プライベートで。ここちょっとまた仕事と変わるから私は昨日。お、え、マジ？実際この関節でグイッと浮かされてこうやって振られる方がわかる、ね、興奮するよね。ツイスターゲームになります。はい、いやでもちょっと、絡みたい。おお、攻めた、いい、絡みたい。いやいいですね。さあ始まりました、欲望の時。はい、まあ、この番組はですね、まあ、人は生きてると様々な欲があると思うんですけど、まあ、性欲だったり禁欲だったり性欲だったり性欲だったり性欲だったり、はい、僕の場合ね、ほぼほぼ性欲なんですけど、まあ、そんな欲を満たしていこうっていうね、リクエスト曲でしかない企画になっております。私、新潟生まれ埼玉育ち、クロソのやつは大体友達のリチェスが毎回セクシー女優をゲストに呼び、いろんな欲を叶えていくっていう素晴らしい番組なんですよ。なので皆さんぜひチャンネル登録をして一緒にこの番組を作り上げていきましょう。よろしくお願いします。はい、では早速1人目のセクシー女優の方に、登場していただきたいと思います。お願いします。はい、はじめまして。はじめまして、かわいい。はい、よろしくお願いします。石原メルです。メルちゃん、はい、あら、すっごいわ。おいくつなんですか？今23歳。あ、23歳です。自分の年齢だよね、今間違ってたよね。23ってなっちゃったんですよ。23歳、はい。で、好きな黒人のタイプは？好きな黒人のタイプは、うん、まあ、電話番号教えてって書いてある人。いや、両思いですね、これ。いや、もうめっちゃいい匂いする収録中ですけど、めちゃくちゃいい匂いする。本当ですか？助かりますよ。ちょっと今日はね、はい、いろんな企画の方をね、用意したんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、食い風でね、本日はもう一人ね、ゲストの方いるんで登場していただきましょう。お願いします。どうも、星永ここみです。ここみちゃん24歳です。24歳。あ、すっごい、てかちっちゃいね。はい、手がちっちゃいけど一応これ履いてるんですけどね。何センチ持ってんの？何センチだろう、でも150センチです、身長は。150？ はい。今なんかエッチじゃなくて添い寝したい感じ、わかる？どういうことですか？一緒に添い寝したい。でも添い寝したら手出しますよね、絶対。いや、俺出さない、絶対出さない。先っちょもやんないタイプだから添い寝は添い寝でやりたいタイプだから。なるほど、分けてるんですね。はい、じゃあちょっと質問していいですか？はい。好きなタイ？タイ？タイ？聞いちゃっていい？やっぱりそれはちょっと王道なんですけど、はい、性女優が好きです。ポーズまでしていただいて、ありがとうございます。正常位か。はい。なんか僕ともしね、仮にやることがあったら、壊れちゃいそう。わかる？なんかもうちっちゃいから、結構僕激しいんですよ。なんか外人なんで。あー。ちょっと今引いてないでしょ、すごい。若干顔が今引いてた。こいつマジかみたいな顔してる。やめて、その感じ出すな。俺も辛いから。ごめんね、なんか。まあ今日はね、ちょっとあの二人といろんなあの戦いじゃん。いろんなね、ちょっと企画を通して、まあ、いろいろフリートークだったり企画をしてね、まあ、この番組をね、盛り上げていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、ではね、お二人にちょっとね、まあ、初めてなんでね、ちょっといろいろ聞きたいんですけど、はい、いいですか、質問の方してって。はい、ちょっとまずね、メルちゃんに聞きたいんですけど、はい、今彼氏いるかどうかだよね。あー、でもちょっと、まあ、メルは一応その絶対的アイドルっていうキャッチコピーなんで。ちょっと待って、質問しといてあれなんですけど、はいはい、あ、じゃあ彼氏いないっていう設定でやってんのね。あ、設定というか、うん、絶対的アイドルなので答えられません。はい、ありがとうございます。あ、そうですか。じゃあココミちゃんもいる？彼氏は？いないです。
まあ、ていうかそう言うしかないよね番組的に。いるって言ってる番組って言ってる人もいる。それによってやっぱ俺の食いつき度が変わるからさ、もう彼氏いないんだったらもうがっつり行ったろうかなって思っちゃうから。あ、絶対的アイドルは。あ、本当に本当にいないの信じちゃっていいのね。いや、いないですよ。いないです。2人ともいないと、はいはい、あら、そうですか、了解しました。そしたらね、ちょっと飛んだこと聞きたいんですけど、最後エッチしたのいつですか。プライベートで。お、プライベートで。ここちょっと仕事と変わるからで、俺もそれ答えるから。お、そうなんですね。そう、じゃあちょっといい、先に聞いて。あ、メルから？そうだよ、メルちゃんからだよ。探り探りみたいな。プライベートで、これガチなやつですか？そう、あ、じゃあ分かった。答えやすいように、うん、俺が言ってから言うっていうシステムを採用したいと思うわ。確かに先言ってもいい。そうやね。俺ちなみにね、はい、今日。やば、今日って日付変わった。日付変わったから今日だね。だ、実質、まあ昨日の夜なんだけど。あ、なるほど。そう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 、すごい最近ですね。なるほど。それに乗っかるなら私は昨日。もうえ、マジマジ、え、マジ彼氏いないって言ったらやばいね。いやマジか。でもいいわ。通りの肌が綺麗だと思いました。あ、やっぱプライベートやって肌ツヤ良くないの。あ、そう言いますよね、本当に。あ、そう、あ、でもメルちゃんちゃんと答えてくれたからね、ちょっとコミちゃん答えてもらって。え、でも私ガチだと、今って6月ですよね、5月の中旬、わかる。え、この無難な感じ、生々しいじゃん、ね、なんか5月の中旬、中旬の中旬。あ、そうなんだ。でちょっとさ、それに派生するんだけど、え、プライベートってさ、どういう流れで、どこで出会って誰とやるの。何答えある。やばい、やばかったら全部ピー入れるから。全部ピー入れるから。いや、そこ気になるんだね。やっぱりあの女優さんとやっぱりやりたいって、まあさ、男の夢だよね。うん、まあ、俺の夢でもあるのよ。どこに行ったらまず出会えて、どういう流れでやれるかちょっとやっぱ教えてほしいんだよね。そう、俺それ実行するからちゃんと。でも出会いないですよね。本当にない。ぶっちゃけ、そう。ない、本当にない。あ、ないんだ。飲み行ったりとかも。ね、え、こういうバーにってこと。あ、まあ、バーでもなんか飲み会とかご飯会とかさ、合コン的な。でもないですね。ご時世的にもやっぱり今。あ、まあ、ね、コロナからね、うん、確かに。あるんで。どこでみんなってやってるんだろうってぐらい。え、じゃあ逆に昨日の人とはどこで出会ったの。いや、そこだよ、だって。え、一番そこだよ。矛盾なのよ、それ。いや、矛盾じゃないです。ない。あ、そうだよ。ほら、スタッフさんもそうやって言っちゃうよ、それは。そうなるわ。いや、だってね、ちょっとメルちゃんランドのファンの人泣いちゃいますよ。メルちゃんランド。あ、そっち系な感じ の役作りでやられてると。役作りじゃないんですよ。役作りじゃないよ。 ね、みんなメルちゃんランドに住んでるんですよね。え、じゃあもう本当軽くでいいか。じゃあ昨日の人ってどこで、何系、何系も言えないか。何系、どこで出会ってんのよ、だって。あ、でも知り合ってから長いです。友達みたいな。あ、セフレだね、それ完全に。絶対それセフレじゃん。いや、セフレじゃない。セフレ、セフレやん、そんな。あ、そう、まあ、まあ、じゃあね、なんかそんな答えてくんないから、じゃあ。じゃあセフレと、じゃあ、まあ、やったっていう流れ ね。はいはいはい。コミちゃんはどこで出会ったか。そう、どこで出会った人と。それめっちゃ難しいですね。ざっくりで、じゃあバレない、バレない感じで。恵比寿で会ったの六本木みたいな感じで書いちゃっていいから。あの、場所は変えてもらっていいから。そんな嘘はちょっと変えればバレんみたいな。ちょっと嘘ついていいから。あ、でも、私が好きな人だったんですよね、うん、一方的に知ってるというか。え、こんな可愛い子が男の人好きになるの。何え、自分から言ったってことでしょ、だって。あ、でもそうですね。マジ、はい、え、で、付き合ってはないんだもんね、だって。あ、そうですね。ちょっと付き合えない。二人ともでもやることやってんだね。ちゃんとセフレみたいな感じは作ってるっていう認識で大丈夫そう。でもセフレって認識で見てないよね、別に。あ、見てるの。今のままね、絶対見てるの。あ、見てるのね。いや、セフレってか、好きってことですね。そう。あの、一番の流行りのあのスキッピーみたいな感じでしょ。スキッピー、そう、30歳おじさん勉強したからさ。そう、スキッピーっていう、なんか言えばなんか何でも OK みたいな。スキッピーと、今日は遊ぶイコール、なんかもうセフレとやるみたいな、なんか隠語らしいから。えでもなんかあれですよね、スキッピーとセフレ違うみたいな聞きません。そう、違う。え、そうなの。え、なんかセフレとセックスすることはエロイベって言うんですよ。え、はいはい、知らなかった。新しい、新しい。ちょっと携帯持ってきて。メモメモメモ。エロイベ、エロイベ、なんか、まあ、これ
もう全然これもう結構前ですけど聞いたのは、うん、私よりも私今23なんですけど、うん、多分20歳ぐらいの男の子が、うん、なんかセックスする日はセックスする日でエロイベって言ってるって言われて、そうえ知ってたエロイベって、私も知らなかった。なんかそのセフレは暇な時に会ってやるけど、うん、好きになったら自分が忙しくても会いに行くみたいな。あ、時間作ってみたいな。本当付き合ってはないけどなんかそういうやることはやっちゃいますみたいな。すごいよね。あ、そうなんだ。でどう言ったらさ、そのまあ言っちゃえばあの普通の女性の方より絶対モテるじゃないですか。お二方は。絶対モテるんですよね。自分で確かに自分で、まあ私モテるからみたいな言えないよね。確かにそれはそうだわ、ごめんね。そうモテると思うんだけど、どういう言い寄られ方したらそのオッケーするわけ。私結構ちょろいかもしれない。でも普通に一応今日やろうよ一発。え、そうそれは違うけど、いい方、なんか可愛いね可愛いねに弱いから。あ、そうな。そう、なるとネックレス可愛いよね、すげえ。あ、そっち顔じゃなくて顔じゃなくて顔じゃなくていや、そのツッコミ待ってました、ね、ありがとうございます。あ、で結構褒められるともう気分良くなって、あ、そう、オッケーしたみたいな。褒め上手な人好きなんですよ。あー、なるほどね、うん、はい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 。じゃあ昨日の人も結構そういうタイプだ。昨日の人は声になってないね、ジェスチャーだけで分からんのよ。いやいや、そうですね、可愛がっていただいて。あ、これよしよしだったんですね、これ。よし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 。あ、結構ダメな感じだ。私ですか。え、そうなのかな。そうでもない。違いますよ。違いますね、すみませんね、はい、すみませんね、はいはいはい。じゃあココミちゃんはどうやって言われたら今日やっちゃってもいいかなみたいな。難しい。でも私結構褒められると逆に引いちゃいます。え、あ、そうなの。難しい。言い寄られすぎるとなんかえみたいな。え、でもじゃあやりたかったらさ、でも言い寄るしかないじゃん。あ、でも基本やりたかったら自分から言います。え、今日一発どうみたいな。一発どう、そんな感じ。あ、今ね、女の子そんな感じなの今の子って。私ちょっと違うかも。違うかも。この二人でもね、なんかちょっと違う感じ、ズレがあるかもしれない。そう、これね、多分見てる人、俺の予想多分 99% 男性視聴者になるから、うん、やっぱ男性のやっぱりね、そういうこういうことすればいけんだっていうのはね、やっぱね、分かってほしいから。そう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 。え、ないじゃん。あ、逆にちょっと好感、だから本気で行こうとしてる感じ出ちゃってます、もしかして。もう本当に今日、だって収録終わったらなんかさ、よくあるじゃん、あの LINE とかどうですかみたいな、そういうのある、あるでしょ。あ、です、ない。あ、ない、あまあこれからやな、これからやな。まあまだ始まったばっかりだから、しゃ頑張るぞ。いや、私結構激しめが好きで、なんか腰の振り方がちゃんと激しい人がいい、うん、あ、でもすごい、うまい、うまい、いい感じですね。あ、すごい。実際この体でグイッて浮かされてこうやって振られる方がわかる、ね、興奮するよね。どうやったらその女の子はおしっこ飲むの受け入れてくれるのかなみたいな、そのシチュエーション教えてほしいの、マジで。これで結構好きだったら、うん、飲んでって言われたら飲む、うん、え、そんな効かないで、ね